金沢和夫は、日本の官僚、前兵庫県副知事、神奈川県藤沢市出身、栄光学園高等学校を経て、東京大学法学部を卒業し、1979年に自治省へ入省。山形県湯座町条約、熊本県副知事、総務省大臣官房審議官を経て2010年、兵庫県副知事に就任する。 2021年7月18日投開票予定の知事選挙にあたり、歴代最長の5期20年にわたり、知事を務めた井戸都市蔵から事実上の後継指名を受ける形で3月24日に立候補を表明し、同日付で副知事を退任した。井戸の後継指名に対しては、県議会で最大会派の自民党県議団の一部が5大連続となる、 福知事出身者の起用に反発し、大阪府財政課長の斉藤元彦を擁立して分裂状態となった。自民党県議団の選挙対策委員会は多数決により、県連に対して金沢の推薦を上進するよう求めたが、県連では谷孝一県連会長の最低でこの決定を覆して斉藤を日本維新の会と共同で推薦することを表明。これにより、 同年の兵庫県知事選挙は1954年の選挙以来67年ぶりに保守分裂の構図となった。投開票の結果、斎藤に敗れ落選した。ありがとうございます。